ったく、どこに行っちまったんだクライドさんは。まさか自分だけこの島から脱出しちまったんじゃねえだろうな。橋が壊れちゃってるし、それはないと思うけど。ああ？って平次兄ちゃんが言ってたよ。相変わらず生意気な高校生だぜ。悪いな、服部。なあ、工藤。クライドさんは自分から外に出たんやと思うか？いや、それは考えづらいな。ヤンさんが殺されて、かなり怯えてたみたいだったから、出歩くとは思えない。ちゅうことは、考えたくはねえけど。ああ、毛利さん、まだ見つかりませんか？この島も案外広いっすな。私どもはそろそろ昼食の支度をしなくてはならない時間なのですが。まあ大変、もうそんな時間？何を言ってるんだ倉橋、今はそれどころじゃないだろうが。はあ、申し訳ありませんね、毛利さん。その男、どうにも根っからの執事でしてね。仕事以外に自分の意思や判断といったものが働かないタイプなんです。まあその分執事としては有能だとも言えますが。大変、どうしましょう。すっかり遅くなってしまいましたわ。それどころじゃないと言ってるだろうが。やれやれ、こっちは人に使われることに慣れすぎた婆さんでして、これも親父のせいかもしれません。とにかく時間には厳しい人でしたから。はあ、見つかった？いや、まだや。さっき兄さんたちにも会いましたけど、島の北側にはいなかったようです。こうなると西側が怪しいわね。風車小屋があるっていうし。お前大丈夫か？変なことあったらすぐ逃げるんやぞ。メイリンさんって頼りがいがあんねん。めっちゃかっこええし、私ファンになってしまいそうやわ。ふん、油断すんなよ。大体お前はやな、いつも人を信じすぎるんや。何よ。別に。どうやら納骨堂みたいだな。特におかしいところはないみたいだ。どうやら納骨堂みたい。
利根栄次郎の墓のようだ。利根栄次郎の墓のよ。どうやらただのお宝探しっちゅうのとはちゃうみたいやな。闇雲に探し回っても時間がかかるだけだ。何か手がかりを見つけないと。
お父さん、コナン君、クライドさん見つかった？まだだ。おい、ラン、なんか変なことされてねえだろうな。何よそれ。平気よ、和彦さんがそばについていてくれてるし。大丈夫ですよ、毛利さん。ランさんは僕が命に代えても守り抜いてみせますから。和彦さん。なんだよ、さっきから不機嫌やった理由がわかったわ。そんなんじゃねえよ。どうかしたの、コナン君？ううなんでもない。いやー、ご苦労様でした。毛利さんに言われた通り、女性陣には一足先に館に戻ってもらいました。倉橋と、それから和彦君も一緒ですから、まず心配はないでしょう。結構です。こういう現場を見せるのはどうも気が進みませんからな。しかし、そっちの姉さんはともかく、なんで坊主が残ってるんだ？まあ、ええやん。こう見えてもこの坊主、細かいところに気ぃつくし、いろいろと役に立つんやで。服や髪の毛が少し湿ってるな。明け方に降った雨のせいかな。頭部に損傷がある。それと、首に締められたような痕。遺体の下の地面にくぼみがある。これはまるで…そ、おそらく、そこの風車の上から落ちたんでしょう。あるいは、誰かに突き落とされた。しかし、どうやってあの上に登るったって、このじいさんには無理な相談だし。誰かが担ぎ上げたとも思えないわね。だいたい、こんなところに来る理由がないと思いますよ。ここには、普段は館の人間以外は来ませんから。それに、風車から落ちたっていうのも変じゃない？どういうことだ？見てみ、クライドさんが倒れてる場所は左右と奥、三つの風車からほぼ等間隔や。そう言われれば。ずいぶん離れているわね。あれじゃ。そや、風車の高さを考慮しても遺体の落ちてる位置が合わへん。あの上で助走はつけられへんし、ここまでジャンプするのは到底無理な話や。もちろん誰かが投げ飛ばすのもね。ゴリラみたいに腕っぷしの強いやつがおったら別やけどな。でも、この地面のくぼみと頭部の傷から考えて、クライドさんが落下したのは確かよね。確かに奇妙だな。考えれば考えるほどありえない状況に思える。そうでもないんじゃない？ああ、考え込むこともないで。どういうことです？要するに、クライドさんは突き落とされて死んだんとちゃうっちゅうこっちゃ。何？殺されたんは別の場所。首に残った跡を見ると締め殺されたようだ。そいつを犯人が殺害の場所と方法とをごまかすために遺体をここまで運んで上から落としたんや。しかし、それはそれで大変な気がするけどね。館から遺体を運んできて落とすなんて芸当は、俺だってちょっと骨だぜ。まして私みたいにか弱い女の身ではとても無理ね。くっ、よく言うぜ。そこになんかからくりがあるんやろ。それを調べんのが探偵の仕事や。服部君、どこへ？もちろん本間の殺害現場や。もう目星はついてるってこと？まあ、いろいろと。そいつは一体？まあ、そう焦らんといて。種が分かったら呼ぶから、それまでなるべく離れんと行動しといて。ほな、こっから先はそういうこっちゃ。どっちが先にこの謎を解くか、
お互い正々堂々と勝負やぞ。しかし、そうなんだ。なんでそんなことができたのか。遺体の移動と上空からの落下の仕組みを見破らない限りは、犯人を追い詰めることはできない。よし、まずは現場だ。遺体を調べてみねえとな。確かにあるな。首に紐のようなもので締められた跡は。腕時計は動いたままだ。こいつで犯行時間を特定するのは無理ってことか。手首が折れてる。落下した時に骨折したのか。それとも、なんだこの手首のあざは。腕時計のバンドでついたにしちゃ随分くっきりしてるな。確かにあるな。首に。遺体の様子と現場の状況とが一致しない。これは犯人からの挑戦？それとも。死んじまったか。あんまり悲しそうじゃないね。ん？ああ、実のところクライドさんと俺はそう深い付き合いでもなかったんだよ。俺も昔軍隊にいたことがあって、その縁で知り合ったんですよ。そっか。だからケビンさんは火薬の扱いにも詳しいんだね。おっと、他の連中には内緒だぜ。一発で疑われちまうからな。とにかく考察であることに間違いはないんだ。余計な偽装工作に惑わされる必要はない。これでまた一人親父の遺産を受け継ぐ人間が減ったというわけだ。ヤンさんに続いてクライドさんも。父の残した宝は呪われているのか。館に戻るぞ。見つかった以上いつまでもここにいたって仕方がねえってことさ。あら、友人が殺されたっていうのに随分落ち着いてるのね。そいつはお互い様だろ。まあとにかく
館に戻るのは僕も賛成だな。あっちの様子も気になるし。そういうことだ。捜査の邪魔すんじゃねえぞ。ランのとこでも行っておとなしくしとけ。仕方ねえな。現場を調べるのは後回しにして、先に館に帰ってた人たちに話を聞いておくか。